さんどうも、フルーツです。今回は球団をやっていきます。まあ、球団ぐらい、まあ、練習しなくても大丈夫でしょう。ではやっていきます。一発キングオークぐらいいけるっしょ。それでは1曲目いきましょう。1曲目はイオシス秋のシャーン。フルーツ選手はこの曲は1回も練習しておりません。さあ、1回も練習しずにどこまでつなぐことができるのでしょうか。今のところ蚊は1つも出ておりません。しかし星球の上級を侮ってはいけません。絶対途中に難所があるはずです。連打、連打全然入りません。連打落ちの可能性は、まあ可能性はないですね。連打落ちは可能性大丈夫です。フルーツ選手今のところすごい余裕そうであります。歯が全然出る気配がありません。今日は調子がいいだけなのか、それとも得意不面なのか、私には分かりません。さあ、リズムが変わった瞬間に蚊を連発していく。連発というか2つしか出なかった。珍しすぎる。さっこ難しい。全量通過、奇跡です。おっと、絶対蚊が1つ出ると思いました。でもよく面に移り変わるときに逆手だと気づきましたね。勘ですかね。おっと、珍しくフルーツ選手カメリズムが苦手なのに全量通過しました。さあ、ここから BPM が徐々に上がっていきます。ここは一定じゃないので少し難しいところだ。見事全量通過いたしました。これ本当にあれじゃね、練習してないの。本当にこれ絶対練習してるでしょ。まあ練習していないことを信じましょう。さあ、ここから体力系な感じがしていきます。おっと、簡単なところで蚊が出てしまった。もったいない。集中力が切れてきたか。それともおっと、蚊の連発。なぜだ、なぜ急に蚊がそんなに出る。集中力本当に赤ちゃん。おっと、ついに出ました、孵化です。多重とはいえ孵化がやっと出ました。おめでとうございます。これで金枠は取れませんでした。さあ、2曲目参りましょう。曲はヘブンズライダー。さあ、何の見どころもないまま終わりました。蚊は9個です。1曲目と合わせて蚊19でございます。さあ、3曲目、ヤマタノオロチ。今のところ1曲目2曲目ともに多重が頻繁に起きています。 BPM200 のこの曲で20支部の縁を叩かせるのはもう多重を起こしてくれって言ってるような譜面ですね。さあ、早速多重が起きました。今この曲では精度よりも負荷が出ないように慎重に叩くようにしております。多重が出ないように軽く叩いているので大丈夫だと思われるんですか。球団合格は果たしてできるのでしょうか。フルーツ選手ここはすごい余裕そうだ。多重、おっと、多重がいきなり出てしまった。しかも叩き間違えました。かなり動揺しているようです。フルーツ選手かなり軽く叩いたはずなのに多重が起きてしまう。これは動揺につながってしまった。は残り9個、耐えられるかフルーツ選手。さあ、叩き間違えてしまった。これは金合格、いや、おお、これは終わりましたね。ただこっからフルコーンつければまだ合格。